ユニクロのマスク、今日ユニクロがある駅を乗り換えしたので買ってみました。以前出たやつも1枚持ってるんですけれども、噂によるとまたブラッシュアップされて新しくなってると聞いているんで買ってみました。あ、違いますね。これが以前のやつです。表がフラットな生地で3層構造でしっかりした作りです。新しい方です。もう表面のメッシュさが違います。そして持った時の感じが新しい方が明らかに軽いです。より涼しそうな感じですね。生地の厚みもだいぶ違います。これ以前のやつ。厚手ですね。こっちはね、薄手な雰囲気ださ、新しい方です。より良い形に明らかにブラッシュアップしてますね。3枚入って税別990円です。これは、洗って使えるとなって考えた時に安いと言えるんじゃないでしょうか。そして通気性がやはり全然違いますね。実際つけてみてどうか、明日試してみたいと思います。さあ、これが新しいエアリズムのマスクです。重量的にもやっぱり軽く感じますね。今までのやつよりも。呼吸もしやすく感じます。いい感じですね。今仕事の帰りで夜なんですけれども、夕方かな？ロケ先の近くを歩いておりますけれども、これが、ユニクロの古いというか、最初に出たマスクの方なんですけど、ご覧の通り、表面がツルツルしてるんですね。今日ちょっと朝晩は涼しくて、あんまりこう、比較にならないんですけど、昨日の新しい方のユニクロのやつと。ただやっぱりですね、歩いていて、息苦しいですね。その分ガードは強いんだと思うんですけど、ちょっと息苦しいかなって感じがします。駅はこっちか。っていう感じですね。でも、思ってたよりは、気温が今日のが低いっていうのがあるんですけど、メッシュの新しいタイプのものと、この、昔のタイプの1世代前のもの、そこまで変化はないような感じがします。実は。なんか触った感じとかは結構ね、軽量な感じがして、だいぶ違うかなと思ったんですけど、つけ心地はそんなに変わらないかなという今のところ印象です。ただ、息は苦しいです。こっちの方が多分。そんな感じですね。スゲンさんです。マスゲンやっこと店名がついた冷ややっこです。ではちゃんとご説明いたしますね。当店近代生まれのお魚を使用しております。近畿大学が完全養殖した稚魚を日本各所の養殖業者が育てました。そのお魚をご堪能ください。当店メニューが3種類ございます。おすすめはこちらの近代紅白という木寿司でございます。本日赤が長崎県産高島本マグロ、白が愛媛県産深浦マダイ、そして近代島味が入っております。あと数量限定のマグロ尽くしの手焼き寿司、本日バラちらし寿司がなくなってしまいました。申し訳ございません。あともう一つメニューがございまして、こちらの近代紅白ネギトロ紅白手焼き寿司というのがございます。こちらは通常の紅白手焼き寿司と同様、白身魚は深浦マダイと近代島味、マグロが切り身ではなく中落ちのネギトロが半分入っております。そちらは税込み1950円でご用意しております。メニューがこの通常の近代紅白手焼き寿司、マグロ尽くしの手焼き寿司、近代ネギトロ紅白手焼き寿司の3種類でございます。もしお決まりでしたら今お伺いいたします。西君どうする？ネギトロですか？ネギトロ、はい、で私この紅白手焼き寿司はこちらは一つ一つで、はい、アルコールはよろしかったですか？あ、どうする？じゃあ宅配ロールを2つで、ありがとうございます。はい、すみません。お願いいたします。ありがとうございます。パカリ。ありがとうございます。本日どちらとも左手赤が長崎県産高島本マグロ、脂のよく乗った近代生まれのマグロでございます。次に右手上にある白身魚が愛媛県産深浦マダイ、こちらも近代で生まれたお魚でございます。次に銀色に輝いているお魚が下2枚ですね。こちらが近代島味、こちらは近代で生まれて育った魚でございます。酢飯には近代農学部監修の金賞健康米と赤酢を使用しております。最後に右手にあるお味噌汁、こちら開けていただくと少しいい香りがするんですが、ありがとうございます。こちらは近代マグロの中骨エキスの入ったフリーズドライ青さえりお味噌汁でございます。ご説明は以上でございます。お食事前にもう一度手のアルコール消毒はされますか？はい、お願いします。失礼します。ありがとうございます。こちらで失礼いたします。ゆっくり召し上がりください。失礼いたします。おいしい食べやすい。ちょっとじゃあ西君取ってもらっていい？